皆さんこんにちは、ミヤです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、5月18日の午前中なんですけれども、だいぶバラが咲き揃ってきましたので、全体のお庭ツアーをやっていこうと思います。で、日陰の方は、5月上旬ぐらいに撮影したものを動画で出していますので、シェードカーテンの方はね、ぜひよかったらね、そちらの方もご覧ください。で、今回は日向の方を中心に撮影していこうと思います。ちょっと長くなると思いますが、また一緒にお庭を巡っている感覚でご覧いただけましたら嬉しく思います。よろしければお付き合いください。それではスタートします。それではボーダーガーデンの方から撮影していきたいと思います。はい、こちらのボーダーガーデンはこぼれ種の一年草を春はね、中心に入れているんですけれども、今年はですね、ちょっとこうパラけて咲いちゃって、みんながね揃わなかったんですけれども、まあそれもまたね、まあ、リレーが楽しめるっていう感じで良かったかなと思います。はい、ちょっとメインの頃がね終わってきてしまっているんですが、その後に宿根草なんかがね、はい、開花が始まってきています。はい、今ちょっと終わりかけてますけど、その後ろの紫の花、あちらが紫仙台萩です。あの子はもう8年ぐらいずっと植えっぱなしで、今年はすっごい綺麗にね咲いてくれました。ちょっともうね終わってますけれどもね。はい、はい、でこちら下の方、下草の方はですね、今年オンハロデスをといっぱいねこぼれ種でこぼして、ずっとね、5月の上旬ぐらいまで一番綺麗に咲いてくれてました。もうだいぶ終わっちゃったんですけど、その後からまたね、このチリーセージ、ナイトモス、とグラスも、ね、穂が上がってきていますし、この子はアリウム単調もね、穂が上がってきました。これからね、咲きますね。はいはい、あと今年はニゲラとギリアがちょっとお花が遅かったような気がしますね。ニゲラが今ね咲き始めてくれています。こちらがギリアです。可愛いですよね。このギリアのこの玉のお花が大好きです。こちらはね、さっきの白の、はい、さっきのギリアの白ですね。はい、そうだ、とこっちにはですね、これもギリアなんですけど、これは、ギリアのトワイライト、去年おととしのこぼれ種のペンステモンハスカーレッドが今ね綺麗に咲き揃ってきました。今年は5株ぐらい入っているので、少しこう群生した感じが出てね、はい、これもまた良かったかなと思います。私の大好きな、ヤクルマギクブラックボール、セントーレアのブラックボールです。この子もこのね、花壇の引き締め役にはこう必須のアイテムですね。来年はもっとねこの子入れてもいいかなと思っています。はい、で、一年草の方はある程度ねコントロールができますのでね、少しオンハロデス控えめにして、ヤクルマギクをね多めにするとか、はい、そんな風にねまた来年はね少し変えていけたらと思っています。はい、とここではこの花壇はあんまりバラ入れてなくて、まあ、後ろにはねちょっとつるバラが少し入ってるんですけれども、木立ちのバラは2本3本だけですね。で今ね咲いてきてくれてるのがグレッチャーですね。もうねこの子ね本当に綺麗なんですよ。で少しブラウンが入るんですよね、このねちょっとニュアンスカラーもたまらないですね。
ちょっと黒点は弱いんですけれども、まあ、お花が綺麗っていうのと花持ちもいいっていうのでね、はい、とこの花壇に入れています。すごく綺麗ですね。後ろのサルビアは私の大好きなサルビアスペルバボルドーブルーです。ワレットペンステモンとねよく合うんじゃないかなと思います。グラスもだいぶね存在感が出てきました。この辺は雲がついちゃってるけど、これがロサオリエンティスのトリニティですね。トリニティは遅咲きですね。でタイプ0で丈夫なので花壇に入れといてもねあんまり消毒する必要が心配がなくてね、はい、これから、まあ、今年植えたばっかりなんですけどね、まあ、このタイプ0の子をねこうもっとねこのお庭の方の植栽にも入れててもいいかなとも思っています。こちらがファセリアです。はい、と今年はですねグラジオラスピアベールがちょっとね揃わなくて早めにね終わっちゃったんですけれども、はい、まあ、それでもね今年もまあここから見た景色はね、まあ、なかなか良いものになったかなと思います。ボーダーガーデンを過ぎますとこちらにアーチがあります。はい、アーチの横、はい、こちらが、小屋に誘引しているツルバラ、これが目に入ってくるかなと思います。はい、で手前の方はブルーガーデンなんですけれども、ブルーガーデンの方は、まあ、初夏以降に咲く宿根草がねちょっと多いのでねこれからかなっていう感じですね。はい、こちらに小屋に誘引しているバラを簡単にご説明しますと、一番目につく左の、下の方のバラがレイニーブルー、横の薄ピンクの子がブラッシュノアゼット、右側の赤い子がジプシーボーイ、その上にマダムプランティエという白バラが入っていて、一番上の大きい面積取っているあれがブルーマジェンダです。はい、それではこちらの方に移動します。またちょっとお隣の、ハウスの換気扇が始まっちゃいました。はい、こちらが、オールドローズのコントドゥシャンボールです。この子はねなかなか華やかな子で花持ちも良くて香りも良い子です。オールドですけど色咲き性があります。はい、綺麗ですよね。こちらに行きます。回ります。はい、こちらに、こちらでね主にバラを育てています。今咲いている子をね中心にちょっとねご紹介します。早咲きの子はもうだいぶね終わっちゃったんですけれどもね、はい、こちらこれが、イングリッシュローズのトラディスカント、この黒赤がね本当に綺麗ですね。もうこのイングリッシュローズってやっぱりこの咲いた時の感動がねものすごく強いバラですね。こちらがフロキシーベイビー、こちらもバラですね。オールドローズのジョアシンアネです。もう今年はねめっちゃいっぱい咲いてくれて超嬉しいんです。これは 4,5 年前にお迎えしてねあとちょっとね音量が出てくれたって感じです。めっちゃ綺麗。こちら去年お迎えしました、これはねアップルローゼスさんのストロベリースイング、これルイの庭作りのルイさんのおすすめで去年お迎えしました。
香りがいいんですけど、花持ちもまあまあね、よくって、結構ね、こうお花にボリュームがあるのでね、ちょっとしだれちゃってますけど、すごいいい株ですね。こちらも去年お迎えしたアップルローゼスさんのミルフィオーリです。こんな風にゆで卵の色で咲きます。かわいいでしょ。 そしてね、少しこう、薄いブラウンで抜けていくっていう感じ。このゆで卵からのこのこれね、全然違うバラみたいにね、こう変化するところも、いや、これももう本当に可愛いなと思って。ね、このサイズ感もいいです。あんまりこれより小さいと花がら摘みがすごい大変になっちゃうのでね、これくらいで、この少しアプリコットじゃないけどね、この薄いイエローな感じの子も、すごくいいですね、このバラ。こちらもアップルローゼスさんのサーカスナイトです。ちょっと赤黒ですね。咲き始めこんな感じで、ちょっとお花がね、傷むかもしれないですけどね。これもまた味わいがあっていいんじゃないでしょうか。サイズ感もいいですね。後ろこちら、あんまり今綺麗に咲いてないかな。これがいいかな。これ、アンドレエブのパートナー。こちらも去年お迎えした株なんですけど、この子は結構ちょっとたくましい感じですね。開き始めのこのね、葉っぱは赤みを帯びていて、茎もちょっと赤くてね、そのコントラストも綺麗かなと思います。ちょっと復色咲きのオレンジで、こんな風に、ピンクで抜けていく感じですね。これ去年秋にすっごい調子を崩しちゃって、今年春ダメかなと思ったんですけど、もう何のことなく全然たくましく咲いてくれそうです。大輪系ですね。中大輪かな。こちらにまた私の大好きなバラがいます。 こちらか、ブラッシュダマスクっていうオールドローズですね。一期咲きなんですけどね、この、透明感のある薄いピンクに、このちょっと中がね、クシュクシュっとする、もうこれがもうたまらなく可愛い、可愛すぎるこの子。 超可愛い、大好きです。隣がジェームズ・ギャルウェイです。イングリッシュローズですね。イングリッシュローズ、今年はね、こんな、ハサミを出しっぱなしでした。 今年はこんな小さい鉢なんですけど、なんか結構ね、伸びていっぱい咲いてくれました。とね、鉢増ししてあげた方がいいですね。鉢増ししたらね、来年もっといっぱい咲くんじゃないかなと思います。で、コネ科、ホワイトプリンスチャールズっていうね、クレマチス。ジャックマニー系なんですけど、ジャックマニーの割にはちょっと早いのでね、少し遅めの、バラとよく合いますね。このホワイトプリンスチャールズ、樹勢もあって、お花も綺麗で、もうめちゃくちゃおすすめです。一番うちでおすすめのクレマチスですね。で、こちらが、この度、昨日ぐらいからちょっとね、開いてくれてます。ロサオリエンテスのエクリュ。うちのエクリュはなんかピンクの覆輪が入るんですけど、これエクリュなんですかね。 これはこれで綺麗ですけどね。そうだ、この真ん中の子がちょっともう終わりに、近づいちゃったんですけど、デルファールのルタンデスリーズです。この子が一番まだ綺麗かな。この深い赤紫がね、すごく綺麗です。今左から奥をね、ご紹介しました。で、右側の方がですね、こちらが川本真希子さん、ローズ・ドゥ・メルスディのレブリーです。本当にね、綺麗ですね、この藤色が。で、少しね、見えるかわかんないんですけど、ちょっとブラウンが差すんですよね。
真ん中の方、これがまた本当に綺麗。うん、香りもいいですね。私香りはあんまりこう重視しない人なんですけど、この子はね香りも良いし、ちょっと弱そうに見えるかもしれませんが強いです。タイプ1ですのでね、耐病性もあって育てやすいと思います。去年の新苗ですけどね、結構今年ねもういっぱい咲いてくれたんじゃないかなと思います。もう結構ねお花摘んでますけど、それでもまだね、はい、まだまだ楽しめそうです。左がロサオリエンテスのマーサー、はい、このマーサーが今年ね一番咲いてくれました。タイプ0ですので、はい、育てやすいです。耐病性が強くてね、お花も可愛らしいと思います。ちょっとねこうロマンチックな感じの子ですね。こんな白っぽい子も、最後白でこう抜けてこうバラバラと落ちるっていう感じ。これはね3年目ですけど、すごくねこう樹形もね整っていて綺麗でした。こちらがまだ頑張ってますよ、あのオリビアローズオスティ。この子は早咲きでもう一番に咲くんですけど、まだね頑張ってますよ。で後ろこの子が、こちらも去年お迎えした、デルバールのコートドールです。ちょっとこんな黄色い子はね、私本当にほぼねあの今まで育てたことがないんですけど、どうですこの子。香りが全然ないわ。香りがない。びっくりするくらい香りがないですよ。で、ダイヤくんが来ました。ダイヤマンです。はい。でも、この、こうね、全体見て、黄色がね、ほぼないですので、あそこに黄色があっても、ちょっと差し色になってね、それもいいかなと思いますね。はい。それでは、こちら行きます。こちらのフェンスに誘引しています。パープルスカイライナーですね。こちらがパープルスカイライナー。上の子がローラダボです。はい、ローラダボがね、とっても可愛い。もう上の方までちょっと今年はね、伸びました。で、こう、将来的にはね、上の方にね、こう、つなげられたらなと思ってます。でこのローラーダボの隣、こちらがショコラティエですね。このちょっと茶色いバラもね面白いですよね、はい、で下にいますハチバラ、この子がオールドローズのセリーヌフォレスティエ、レモンイエローがすごく綺麗です。はい、フェンス裏側に行きます。だいたい同じようなバラがね、まあ、どっちも出てるんですけど、こちら下にちょっと花びらがめっちゃ散ってるけどアリスターステラグレイ、オールドローズです。黄色で咲いて白で抜けていきます。でここの真ん中に、ね、少しお花の大きい子、これがエーデルシュタインです。でこちらに行きますと、こちらはもう主に宿根草メインに入れています。低木宿根草グラス、はい、グラスも結構ね多めに入っています。メドウガーデンで自然風の植栽を楽しんでいます。はい、後ろに見えますのがルッセリアーナというランブラーローズです。左の方にもと違うランブラーローズが入ってるんですけど、モーゼルっていうバラなんですけどね、とお花の色が同じすぎて全然どっちがどっちか分かんないんですけどね。ここのシンボルツリーがチョコベリーの木です。ちなみにそっち側、これはジューンベリーですね。ここに
ニゲラのグリーンマジック、これこぼれ種で2株入ってるんですけど、もうこれがねワイルドですね。この子去年もワイルドと思ったんですけど、自由にさせといたらもう超ワイルドに育ってますまあこういうね本来の姿で育ててあげられるのがメドウガーデンのいいところかなとも思いますね。こちらの、ゴールドリーフが綺麗なこの葉っぱ、低木ですけどディエルビラハニービーだったかな、はい、これから、ね、黄色いお花が咲くんですよ。これも可愛いですね。でハニービーっていうぐらいですから蜂が、ね、好きな、はい、花木みたいですね。でお花も結構繰り返し、はい、咲いてくれて秋ぐらいまでね長く楽しめます。こちらの宿根草はまあちょっとねこれから咲く子が多いですね。で去年今頃は確かこのネペタのヌーダがもうね綺麗に開いてた気がするんですけど、今年はこれからですね。こちらのバブテシアはちょっともうね終わっちゃいました。後ろのアムソニア、食べるナエモンタナ、和名が出てこないんですけど、ここを外から行きますとこのような景色になっています。私のお気に入りの景色なんですけどね、ここね、はい、これがダイアンサスカルシアノルム。このダイアンサスは我が家で唯一夏越ししてくれるダイアンサスです、はい、種でもね、種まきでもね、はい、増やすことができますね。とホンディウムシュバタム、このホンディウムシュバタムとダイアンサスカルシアノルムのねこの組み合わせがすごくお気に入りです。こちらはニコチアナラングストルフィーです。こぼれ種です。こちらのブロッコリーの葉っぱみたいな宿根草がクランベマリティマという宿根草ですね、はい、アブラナ科の、ね、宿根草で白いお花が咲きますけれども、今年はなんかお花そういえば咲いてない気がしますね。いつも4月頃咲いてたと思うんですけどね、はい、こちらからの景色はなかなか綺麗じゃないかなと思いますね。それではこちらぐるっと回ります。ちなみにこちらは柿の木です、はい、渋柿の木です。ここの植栽がいつもねなかなかうまくいかなくって、去年もうほぼ全面やり直したんですけど、まあ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 良かったかなと思いますいろいろありますけどね。後ろの方は、うん、マロウ、後ろの方がマロウで、こちらが PW さんのスーパーサルビアロックンロールブルーティアーズ、これがペステモンハスカーレットですね。とコバノズイナが入っています。こちら鉢で育てているのがマートルですね。斑入りのマートルと、これがヤマアジサイ、つぼみ1個しかないですね
で、こっちがね、左の方はシェードガーデンですけど、シェードガーデンのお庭ツアーは、はい、もうやりましたのでね、はい、詳しく見たい方いらっしゃいましたら、ぜひそちらも見ていただけますと嬉しいです。で、こちらがまたね、佐藤園芸さんのパンジーがちょっと頑張ってますよ。こちらはラピスラズリ、ヌーベルバーグのラピスラズリも、とね、かなり徒長してますけど、お花はまたね、綺麗ですね。あとはもうみんな抜いちゃったんですけどね、この2鉢だけちょっとね、今ね、取っています。こちらのバラはオールドローズのバフビューティーです。はい、で、隣が、ノバラの、フイリノノバラのプッチーニっていう品種かな。この下、植栽結構、去年ね、やり直しました。はい、ここにカラースーパー、染料で見えます。これちょっと光で見えないか。こんな風な新芽が、真っ黒い新芽が出てくるのが面白いですね。植物の神秘感じます。後ろもこちらもね、なんだっけ、これ食べるないもんたアムソニアです。うちのアムソニアはちょっと遅くて、この時期に咲くんですね。もうちょっと咲く、品種の方が多いかもしれないですね。これがコゴメウツギ、難しいな、撮影が。コゴメウツギです。穂がね、とても綺麗ですね。この辺に原種のアネモネとかね、ハランとか入れてみたんですけど、ちょっとね、あんまりちょっと育ちが良くないんですけどね。はい、で、どこでも絶対間違いなく育ってくれる、うちみたいなジメジメにはね、はい、もってこいの低木ウツギ、これが姫ウツギのライムシャンデリアですね。はい、本当に頼りになります。このオーレアの葉っぱはオレガノノートンズゴールドです。クリスマスローズでしょう。とこれがうちで夏越ししてくれる数少ないゲラニウム、サンギネウムストリアタムかな。はい、アケボノフウロですね。こちら、これはエリンジウム、こぼれ種です。今花穂が上がり始めてます。はい、こちらに行きますと、あ、今あのクレマチスのダークアイズが、はい、開花してきていますね。ダークアイズ、茎伏せで、こっちが手前の方がダークアイズね、メインで入ってるんですけど、後ろの方が茎伏せで増えた方です、ね、増えた方が早いですね。あとこの白い子がね、クリスティアーナ、薄ピンクが可愛い。これは、プリンセスシビル・ドゥ・ルクセンブルクです。で、こちらがですね、はい、パーゴラの方はね、バラメインで入っています。クレマチスも少し入っています。これがマニントンモーブランブラ。ちょっと今年ね、なんか調子が良くないんです。髪切りが入っている様子はないんですけどね、なぜか調子があまり良くないです。こちらがファンタンラトゥール。ちょっとこれ誘引が、紐がちぎれた。はい、花茎が大きい一気咲きのバラです。めっちゃ可愛い、見てください。これすごい綺麗じゃありません。今まであんまり調子がね、なかなか出なかったんですけど、少し今年はつぼみがね、ついてくれたかなって感じです。はい、で、下、これがスノーグースですね。こちらがブルーフォーギュー。ブルーフォーギュー早咲きでもうね、ほとんど終わっちゃいました。こちらがアイズフォーユーです。
こちら下の方はですね、セカンドガーデンの上でちょっと詳しくご紹介していますので、もし詳しく知りたい方、そちらの方もね、ぜひご覧ください。結構 PW さんの品種が多めにね、ここは入っているかなと思います。カラーリーフね、アリスさん。あとこの、ね、ブルンネラが結構ね、今のところはいい感じで育ってくれてます。でも問題はね、うちの場合夏越しですのでね、夏がどうかなってとこですね。梅雨後の猛暑、そこが一番問題。はい、でこれがアメリカテマリシモツケディアボロです。こんなお花がね、今白いテマリのお花が咲いて、これから真っ赤な種ができるんですよね。こちらのアイズフォーユーからのこっち、なっちゃんです。夏目さん14歳。はい、こちらで最後になります。はい、ここはまそんなに日当たりは良くないんですけど、左の方は比較的日が当たって、右の方は、あまりね当たらないので、シェードガーデン向きの植栽になっています。はい、今綺麗な子バーベナリキダポラリスかな。可愛いですよね、この子ね。地下茎でめっちゃ増えるってすごいルイさんが言ってました。うちはあんまり増えないんですけど。こちらがプルネラ。あとこのグラスがね、ロセアっていうグラスが可愛いね。カレックスのロセアです。はい、とこちらがサルビアスペルバボルトの、こちらはディープブルーです。ボーダーガーデンにあったのはブルーで、こちらはディープブルーになります。綺麗でしょ、この子もね。それからのエンジェルヘア、エンジェルヘアはちょっと予想よりはやっぱり大きくなっちゃうね、この子ね。ちょっとここはあんまり合わなかったかもしれない。もうちょっと伸び伸びとメドガーデンとかに入れてあげた方がこの子はいいかもしれないですね。今年スモークツリーをここに入れました。はい、ただね、ちょっと大きくすることはできないので、鉢に入ってますのでね、毎年こう掘り上げて根切りする感じ、冬に。で、いずれは山にね持ってって地植えしますので、それまではちょっとコンパクトに小さくね育ってもらいたいなっていう感じです。こちらあの Y 線のね、アメリカテマリシモツケの、これはリトルデビルですね。はい、この銅葉の葉っぱが綺麗です。こちら、これがねヒューケラーでしょ。これが、ネペタのジュニアウォーカーです。こちらがスタキスの、確かシルバチカっていう品種だったと思います。スタキスうち基本的にダメなんですけど、このスタキスだけは丈夫でとってもよく増えます。よく増えるどころかちょっと爆増系かもしれません。地下系で結構増えます。はい、こちら北海道で買ってきた斑入りのね、アザミ、白い斑入りのアザミ。こちらがボルドーギク。ちょっと下が汚くてすみませんね。カリガネソースのフェアリー、私の大好物の宿根草です。これがですね、アスターのアンレイズだっけ、ちょ一時期、ね、話題になりましたね。これが北海道で買ってきたシダ。かわいいでしょ。折れちゃった。なんかね、もう雨風がこの間もひどくて、高野わらびですね。食べられんでしょうかね、これね、わらびだから。これ何、あ、そうそう、このね、ゲラニウムがワルキューレさんだったんですよ。めっちゃ嬉しい。ブルカデのワルキューレが去年ダメになっちゃって、この子をねちょっと株分けしておいて本当に良かったなと思います。はい、
風地草。はい、こんな感じですね。はい、これで、はい、日向のお庭全部ね一周しました。なかなか行き届いていないところも多くあったと思いますが、一緒にお庭を巡っている感覚でお庭ツアー楽しんでいただけたら嬉しいです。福くんです。それでは本日の動画は以上になります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。